今日する実験はな、なんと顔をきれいにする実験。顔きれいになりたいです、正直なりたいです。皆さんここにあの鼻の黒ずみパックって あるでしょ。売ってます。結構シャーにあるやつですね。そうそうそう、あれはここだけじゃないですか。それを顔全体にする方法を思いついたんです。はい、今日使う道具は木工用ボンド。だってこれ工作に使うやつじゃないですか。そうですよ。これを顔に塗ればね。いや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 じゃなくて、用途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 使い方間違ってますって。用途でここ見て、皮膚についた場合はすぐに拭き取り、水や石鹸等でよく洗ってください。あ、だからそうしましょう。はいはいはい、終わってからそうしましょう。いやいやそもそもやったらダメっていうっていう実験をやってみる。じゃ塗りますよ。はい、え、直接ですか。直です。それは直ですよ。うわー、はい、はい、うわー、うわー、ほら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 、おー、いいんじゃない。はい、はい、結構こう乾いたんじゃないです。いや、もう固まってます。ちょっと動かないですもん。いい感じ固まってますか先生。動かないです。でもこんだけね、顔が動かないとなると、はい、結構ね、ひっついてるんじゃないです、はい、もうそうですね、いけそうですね。これいけるな。はい、行こう。行きますか。行きましょう。その辺からピピッと、はい、ね、髪の毛がちょっと絡まってる。ピリピリって言ってる。はい、言うてます。思い切り髪の毛巻き込んでます。いでで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 。おおお、あ、意外といけるかも。ちょっと髪の毛がだいぶ犠牲になってますけど。あ、意外と繋がってる。おお、いでで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 。来た来た来た、鼻来た。で赤くないですか。気持ち赤くないですか。赤い。いや、この赤みが取れたらもうだからもう綺麗な顔ですよ。良い子はね、良い子はちょっとまだね、悪い子はやめとこう。あ、悪い子もまだちょっとやめとこう。ああ、汚ねえさんだ。綺麗なのですね。いや、綺麗なさんだ。綺麗なさんだ。取れた。あ、確実だいぶ取れてるんじゃないますか。どれちょっとアップ。あ、でも、あ、ほんとほんと取れてます。顔触ってみたら。あ、すべすべ、大成功。ドッキリみたいに言わない。はい、それじゃあね。それじゃあね、顔テカってますよ。テカってんちゃうんですよ、これ。あの、ボンドのテカリっすよ。ボンドなんて、油切ってますよ。ちげえよ。ちゃんと顔洗ってくださいよ、マジで。ボンドのテカリだよ、これ。あ、で、あ、もう取ったんですか、おでこの部分。なんか髪の毛もだいぶ巻き込まれてる。ね、バーカ、バーカ、剥げてねえよ、バーカ。あ、綺麗。でも、剥がすのはすごい、あ、うまくいきそう。どう？え、とりあえず、めっちゃ痛い。泣いてるみたい。痛い。お母ちゃん、あの人や。あ、でも。どう？え？結構？結構なんか汚かったみたいな、僕自体が。ちょっとなんかあの茶色くなってますね。そうですね。そんなに。ちょっと茶色くなってますね。皮膚も一緒に。汚かったんですよ、顔は。赤。でもその代わり、うん、すげえ痛いです。でも。やる人をやれば全然安上がりでいいんじゃないですか。あ、おすすめはできません。できればね、うん、市販のものを買ってやるのがね、一番です。そうね、当たり前ですよ。あれは痛くないから。はい。